LINE ご登録の皆さん、花風月でーす。というわけで12月、7日、8日の2日間ですが、久しぶりですね、京都ね。そうですね、京都のポント町、カブレン城という場所でライブを行うこととなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はポント町でやる忘年会ということで、ちょっと忘年会というライブタイトルになってます。当選票付きのチケットっていうのがありましたけれども、当選票って何かしてますか？危ない。今の何点ですかね。今のコツンでマイナス3点です。コツンマイナス3点ね。さくりじゃないですか。もう一度言ってみようか。もう一度、はい、これ声を当選票と言います。あ、これ胡蝶ですね。これすごい点数高いやつ。85点。これ85点です。こんな遊びなんですけれども、はい、今回は、京都の老舗白竹堂さんとのコラボ企画ということで、花風月と白竹堂さんのコラボグッズもたくさん出るし、当選郷っていうものを知ってもらうきっかけにもなってますので、皆さんで京都でいろんな伝統文化に触れながら楽しむような、2日間にしたいと思います。2日間ともね、違う内容でお届けします。はい、1日目は花風月らしいサウンドで、2日目はパーカッションが入ってきます。そうするとまた違った、さらに広いスケールの世界観を楽しんでいただけますので、ツイッターで何の曲やってほしいというアンケート企画も考えてますので、ぜひ LINE の皆さんも参加してください。よろしくお願いします。大さん、的になった気持ちは？はい。もう動きたくないですね。今動きたくないですか？はい、本当はこうね、ヒュッて投げるんですよ。はい、ヒュッと投げるとね。言葉も少なくなるの ね。あまりね、あまり喋りたくない。今のもコツンですね。はい、じゃあそういうわけで、皆さんぜひ会いに来てください。以上、花風月でした。第3の本物が見れるよ。